それではまずはじめに、本作において脚本を担当されました富久清隆さんをご紹介いたします。富久さんは普段は熊本県熊本市にお住まいの方なのですが、制作記者会見にあたり特別に岩国までおいでいただきました。それでは富久さんには今回の脚本を執筆するに至った経緯と、執筆されたこの作品に込められた思いなどを少しお話しいただければと思います。それでは富久さん、よろしくお願いいたします。ご紹介預かりました、脚本を担当させていただきました富久と申します。今日はよろしくお願いいたします。もともと僕が昭和46年生まれでして、今回、特別出演いただきました佐々木さんがちょうど仮面ライダーをやっていらっしゃった頃に生まれた、まさにヒーローエイジの人間であります。で、小さい頃からいっぱい、ヒーローを見て、正義だとか友情だとか愛情だとかっていったところは学んできたつもりでありまして、で、スタッフのこちらのヒーロー委員会の、方と SNS で知り合って、いろいろ語り合っておりますうちに、前回、ケーブルテレビで放送されていた時代の、白蛇王のフィルム、DVD で全部送っていただいて、それの意見を述べたりしているうちに、その流れで、脚本を執筆させていただくこととなりました。それにあたっては昨年ですね、岩国市の有名な観光地などを回らせていただいて、できるだけ岩国市の魅力を伝えられるような、地元に密着したようなお話を書かせていただいたつもりでおります。ヒーローというのも今まで本当にあまた存在したと思いますし、アニメまで含めるともっとたくさんのヒーローというものがいると思うんですけれども、誰に向かって発信するかっていうところをやっぱりすごく考えたところでありまして、あくまでお子様が見て喜べるようなかっこいい王道のヒーローを作ろうと思って、お話は変えたつもりでおります。ではこちらの池田監督によってどういうふうな味付けがされて出来上がるのかというのが大変楽しみで、おります。本当に理想としては大人が見ても楽しめる子ども映画というそんなところが僕の理想ではあるんですが、そのような脚本ができましたでしょうか。今拝見させていただきますと、キャストの皆様方も非常に魅力的な方が揃っておりまして、本当に見て書いてる僕自身がテンションが上がっております。今度の12月の時も、映画の上映の時もぜひとも来させていただいて、僕自身も一人の観客としても楽しみたいと思います。どうかこれから応援をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。